天皇陛下の82歳の誕生日を祝う一般参賀が23日に皇居であり、記帳と合わせて約2万6600人が訪れた。天皇陛下は、皇后さまと皇太子ご夫妻、秋篠宮ご夫妻と長女眞子さま、次女佳子さまと共に、参賀宮殿のベランダに立ち、参賀者に手を振って応えた。天皇陛下は、まず、誕生日にあたり、皆さんから寄せられたお祝いの気持ちを、誠に嬉しく思いますと述べた。この一年を、豪雨などの災害があり、危険や苦労を味わった人々のあることに心を痛めていますと振り返り、来たる年が皆さんにとって明るい良い年となるよう願ってやみません。皆さんの健康と幸せを祈りますと語った。以下は海外のネットユーザーからのコメント。天皇陛下に心からおめでとうございます。富国強兵、日本は平和になって反戦の雰囲気がかなり力を持っている国だ。天皇と皇后に祝辞を。賛成。でもその時が来たら戦うことを恐れずに。お誕生日おめでとうございます。長寿をお祈りいたします。日本の天皇にお誕生日おめでとうございます。私と同じ日だね。お誕生日おめでとうございます。ついこの前日本に行って戻ってきたばかりなのですが、日本がとても気に入りました。僕が行った場所はどこもとても綺麗で、日本の文化は現在までもつながっていて、日本食は味も見た目も素晴らしかった。日本人の温かいもてなしと笑顔にもっと日本が好きになりました。天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。僕は日本生まれなんです。日本ではクリスマスは祝日じゃないけど、天皇誕生日は祝日なんだ。82回目のお誕生日おめでとうございます。日本の皇室は人道と親切さを象徴してると思います。天皇と皇后が被災地を巡るところは特に思いました。お誕生日おめでとうございます。あなたの国は特別です。僕はこの文化に夢中で何年か過ごしましたが、また日本に戻りたいと思っています。僕は皇室に賛成ってわけじゃないけど、昭仁天皇が長年言っていることはよくわかる。ちゃんとした人なんだと思う。彼は謙虚で尊敬でき、よく働く人で、日本にとっていいことをたくさんしてるよ。これってつまり日本の皇居が天皇誕生日のために開いてるってことよね。天皇は日本のモラルの象徴だよ。彼のスピーチはシンプルで力がある。お誕生日おめでとうございます。全く賛成だよ。ご健康お祈りいたします。お誕生日おめでとうございます。長寿の秘訣は何ですか？私は日本の医療の良さと日本食だと思います。まだまだ日本人の平均寿命だよ。彼が100になったら聞いてみたいね。